はい、こんばんは、ドンチャンネルです。まあ、7月11日の夜なんだけど、今日はね、取り立ててね、取り上げたい事故報道はなかったので、ちょっとね、面白そうだったんで、これをいきますね。しっかりとした工法でヘルメット離脱率を下げる。いや、ヘルメットの離脱率って何？って思ったんだけど、バイクのヘルメットの適正着用が問題になっています。日本自動車工業会と交通事故分析センターの二輪車全体の死者数のヘルメット着用構成割合推移は、事故直後の状態でライダーのヘルメットが離脱していた離脱率が死亡事故の全体の約30%を占めることを浮き彫りにしました。1995年から四半世紀に遡っても、この割合はほとんど変わりません。もし適正着用であったならば、助かった命があるかもしれない。谷公一国家公安委員長は、広報啓発が必要だと訴えます。なるほどね。谷公一国家公安委員長は2023年7月7日の閣議後会見で、バイクのヘルメットの離脱率を下げる対策を次のように話しました。依然として二輪車の死亡事故におけるヘルメットの離脱事案が見られる。おおむね3割程度。10件事故があって、ドーンってぶつかって亡くなった。そのうち3人はヘルメットが脱げてたってことよね。これにはいろいろな理由があると思うが、しっかりと工法が必要ではないかと思っている。その実数を日本自動車工業会と交通事故分析センターが分析しました。2011年、855人のバイク事故死者のうち264人。こんな死んでんの？死亡事故が減り続ける2020年でも、526人中154人のヘルメットが離脱していました。死亡事故を1995年まで遡って調べていますが、30%の離脱率は約25年間ほぼ変わることがありませんでした。離脱率を下げることが死亡者数を減らすことに直結するので、これまでも広報啓発は行われていました。警視庁は2022年の7月と8月にヘルメットの顎紐の結束状況などを聞き取り調査しています。約3200人に対してヘルメットの形状別に不適正着用率を集計し、最も顕著だった例として、半キャップ型の、36.4%が不適正な着用だったと絞り込んでいますが、離脱率を下げるまでには至っていません。離脱率30%を抑えるために、新たに考えられる広報啓発はあるのか。これも谷氏が語っています。関係機関団体と連携して、今年の6月から離脱実験映像を用いて広報啓発している。ヘルメットの着用に資する有効な、広報啓発を推進するように警察を指導する。警察が指導されるのね。動画は日本自動車工業会が離脱率30%が25年間も続いていることに驚き、ハイスピードカメラでヘルメットが頭部から離れていく様子を記録したものです。ヘルメット離脱の原因が特定されることが適正着用を進める鍵を握ります。警視庁交通企画課は原因として4つを挙げています。1、ぶつけた衝撃で外れる。2、サイズが合わないヘルメットを着用して外れる。3、経年劣化などの部品
損傷、ラチェット、かっこ結束部品、あの、カチャっていうところね。顎紐が切れるなど、4、衝撃で外れるほど緩く顎紐を締める、顎紐をしない。しかし、死亡事故におけるヘルメット離脱の原因は、判然としません。経年劣化で部品が破損することは少ないという消去法で、谷委員長は原因究明の必要性について言及しました。しませんでした。しっかり着用していなかったのか、衝突などの衝撃で離脱したのかはともかく、3割がずっと変わっていないのはご指摘の通り。しかし、正しい適正な広報啓発に力を入れることが何より必要ではないかという視点で警察を指導する。警察庁は6月12日、交通局調査官名で都道府県警察宛に、行楽期における二輪車交通安全対策の推進についてという事務連絡を出しました。この中にヘルメットの適正着用について言及しました。顎紐をしっかり締めるなどのヘルメットの適正な着用の促進に向けた取り組みを推進されたい。1987年に全ての排気量でヘルメット着用が義務化され、2023年で37年目を迎えます。適正着用で救える命を考えるには長すぎる時間が過ぎていますっていう記事の終わりなんだけど、なんか変だなと思うのが、まあじゃあ今月からさ、あの一般道路を走り始めた電動キックボードはさ、なんでヘルメットが努力義務なのっていうのがさ、すごいでかいハテナマークが出るんですよね。電動キックボードに関しては安全よりも普及することをまず第一義にしたってことですよね。だってヘルメットが必須だったらさ、そのシェアのキックボードとかを利用しようとした時にヘルメット持参じゃないとさ、利用できなくなるじゃんね。だから一応ヘルメットは着用は努力義務という建前にして、まあ実際にはヘルメットをつけなくても公道を時速20キロで走れるっていう施策をね、打ったってことですよね。うん、その辺どうなんかな。まあハンキャップとかさ、なんかあれ帽子みたいな感じでみんな被ってるでしょ。なんか下に野球帽をして、その上からハンキャップをするで、基本顎紐はしないっていう人の方が多いんで、あの状態で何かあったらそれは死亡率は高まるだろうなっていうのはね、まあまあ当たり前ちゃいや当たり前でも、なんかこうヘルメットの紐カチャッとするのがさ、なんかこう気恥ずかしいんでしょうね。いや俺絶対事故んないからヘルメットの顎紐なんかカチャッとかせんでいいんだよと、うん、絶対事故らないからっていう自信があるんでしょうね、うん、まあでも実際転倒とか事故とかやってるところにね、まあ、たまたま遭遇して、その事故った人が被っていたヘルメットのこの辺がさ、ガガガガガッとなんかこう深い傷が入っていたりしたらさ、あーやっぱりヘルメットいるよなーって、もしこの人ヘルメットしてなかったり、衝撃でヘルメットが飛んでいった後にアスファルトに体が叩きつけられていたりしたら、もうその時点で助かってないよね。脳にすごいダメージ来てるよねっていうのが、まあ素人でもわかるもんね、そういう理屈ね。だから、まあ四半世紀にわたってさ、その、事故った後にヘルメットがなんか3割ぐらい飛んでるっていうのはさ、決まって、それ、あの、あれよ、あの、たくさんバイクに乗ってる人がこの世の中にいるけど、カシャッとね、
きちっとルールを守る人たちもいれば、もういい加減でね、適当に走ってる人たちもいる。絶対それはいるんですよ。で、その割合もね、大体同じようになるんですよ。2対6対2とかさ。うん。だから自分の考えだと、みんながみんながさ、カチッとヘルメットするわけないじゃん。中にはいい加減でね、もう被ってるだけの人もいるんですよ。で、そういう人たちは、まあ、その危険性が分かっているか、絶対事故らないという自信があってそれやってるんだから、なんかな、すごい広報活動したとしてもよ、なんかその意図を深く理解してさ、カチャッとヘルメットのあご紐をちゃんと締める。うん。ちょっとこう、ヘルメットを動かして、衝撃で飛んでいったりしないぞとかいう確認をする人もね、そんなに多くはないんじゃないかなと思うんですよね。うん。でも、これってやっぱりこう、個々人の、なんていうの、こう、心づもりっていうか、心構えによるものであってさ、ね、一時停止、止まれの標識、一時停止の停止線っていうことだけでもさ、几帳面にちゃんと止まる人もさ、少数派だけど、やっぱりいるでしょ？で、もう、止まれの標識を徐行に読み替えてる人たちいるじゃない。絶対止まらんもんね。で、その人たちってさ、もうそれリスクは承知の上なんですよ。で、一時停止違反で捕まったことあるってそれとなく聞いたらさ、うんって普通に捕まったことあるって自分も分かってるもんね。うん。で、それはさ、一個一個きちっと止まって右左確認するというよりもさ、止まれの標識を徐行に読み替えた方がさ、なんて言うとなんとかパフォーマンス考えたら、そっちには有利というふうに判断してる人たちってことでしょ。というふうに僕は思うんですけどね。いかがでしょうか。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、申し上げております。失礼します。